はい、ということで、上田駅から、4本目か5本目ぐらいの、まあ、道をちょっと置きまして、こちらですね、こちら相生町横丁、まあ、名前はないらしいんですけども、相生町の、まあ、横丁というところにですね、ちょっと行ってみたいと思います。にゃなんか今日はなんかお祭りっぽいのやってる。そうですね、今日はあのなんか相生町横丁のなんかお祭りをやってるらしいんで行ってみましょう。今日に限ってやってるらしいんで行ってみましょう。どうぞ。じゃあ行ってみたいと思います。皆さん飲んでますね。飲んでるとだからやっぱり、おでんとかもあったりとかして。じゃあ DJ ブース、DJ ブースもあったりとかしてね、いろいろあるわけですけど、こちらもわたあめ、じゃあわたあめですね。ということで、お見てください、なんかライブがやってますよ、ライブが。ちなみに今日紹介するのはこちら、居酒屋コブですね。それではとりあえず最初にあのなんかライブをやってるらしい。形はされどうまい。追いだれの焼き鳥の塩だけして、塩コショウだけして、こっからタレで作る上田の文化。
上田の文化のそうっす。これが置いてそう、これた、これタレで、これタルで熟成するわけ。おお、こんな感じ。ずっと熟成のニンニクのポイントはニンニクダレなんですね。ポイントはニンニクダレ。美味しいです。はい、そう。じゃあこれをかけてかけます。はい、今焼きたて。焼きたてにこの追いダレを。なんで追いダレっていうんですか。追いダレってここら辺の上田の証券、上田だけです。上田の文化です。なるほど。じゃあね、追いだれを、追いだれ焼き鳥をね、いただきたいと思います。こちらの左側から。うまいっす。ニンニクが効いてね。うん、ニンニクがやっぱりポイントなんですか。ポイントですね、これ。うまいっすよ。食べますか。食べます。あげません。はい、じゃあね、追いだれ焼き鳥、次私いただきます。ちょっとなんかあるけど、まあ、じゃあ追加したいと思います。ビール頼んじった。こちらね、追いだれ焼き鳥、追いだれ、追いだれに追いだれしたいと思います。熟成のタレですね。ほら、ほら、ニンニクが効いてるらしい。追いだれの追いだれをしてくださいね。行こうかな。じゃあ追いだれ、じゃあちょっとお湯を入れしたので、いただきます。うん、うまい。うまいっすか。うまいよ、ほんと。見えてるけど、いいよ、隠さなくてもバレてるから。あ、バレてんだって。初めて食べたけど超うまい。ティッシュいただきます。いいよ、言わなくて。うまい、うまい。これがやっぱ本当ですね。追いだれが。熟成の追いだれですね。これが。ぜひね、やっぱこれはぜひ食べてほしいですね。はい。これはいろんな方々が来てるので、ちょっと宮川大輔さんとか。すごいですね。いろいろ来てるんで。でメニューもね。これに追いだれを乗せる感じですよね。冷やしカレーうどんなんかも。冷やしカレーうどん。おしん。あ、これ気になりますね。サナの皮ね。これね、サナダ丸手羽肉。いろいろあるんですよ。今日初めて今日のお祭りで出会ったんですけどね。くーちゃんのところにタレ持ってって言ったっけ。あ、タレ持ってるじゃん。くーちゃん、タレいる？すごいあ、結構できたんだね。危険なガラさんのチョイスを3本。あ、
そう。そんな向けられても。中にほら、なんかネギとか入ってる。ネギ入ってますよ。いただきます。うまいね。こうなっちゃう。あ、うまい。卵焼きだね、これ。あれだね。なんか出汁が効いてて、とても美味しいです。出汁巻き卵。430円なのに、このセットだと、ここに入ってるっていう。セットだとなんと、980円でございます。こちらね、お得なセットになっております。このマグロの山かけかな。山かけイカかな。イカと切り干し大根で卵焼き、これでと、あとね、ビールか。そう、日本酒2合がついて980円税込み。なんと980円税込み。お得ですね、これは。お得ですね。じゃあ次は切り干し大根いただきますね。どうぞ。はぁ、お袋の味で。またお袋、まあ、いいですね。美味しいですね。じゃあ続きまして、こちらイカですね。醤油から、うん、うん、プリプリな、プリプリな感じですね。美味しい、これプリプリな、うん。ぜひ来てください。場所はこちらです。なんだろう、鳥です。鳥だね。いいな。塩コショウが効いて何とも言えない。何て言うんでしょうか、何とも言えない。口に入れた瞬間のこの、ああこれはもうね、ビール2杯いけるわ。これで、これでビール2杯いける。いっちゃいます。最高。はい、それでは。じゃあ続いてユージの実食です。山かけですね。山かけですね。じゃあ醤油をかけさせていただいて。山かけに醤油かけですね。醤油じゃなかった？醤油だった。醤油ですね。混ぜちゃっていいわ。ああいいね。うん、ね。たくさん乗せて、うわいいですね、これ。そう、これ、うん、どうですか。ノリが海ノリオンザ、ノリオンザね。
山かけが。山かけのね。うまい。さすがの。なんか新鮮な味わい。新鮮。取りたての山芋を使った感じが。うん、美味しい。いいですね。マグロもトゥルットルして取れない。トゥルットルして。醤油は、うん、吸ってきたら美味しい。美味しい。これはなんだっけ、お母さんの切り干し大根。切り干し大根ですね。私は切り干し大根に入れたいですよ。もう一度お願いします。切り干し大根にはうるさいですよ。どうですか。うん、しっかり甘辛い味がついてて。ごぼうかな。え、ごぼうの、ごぼうだね、大根とごぼうだね、ごぼうのね、歯応えとてもいいし。ああ、何点、星いくついただけるでしょうか。星5個です。5個ないですね。ないですね。3つまでですね、はい、3を超えましたね。あ、3をね、大根おろしと一緒にね、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 分厚いな、これが。食べ応えが抜群です。食べ応え、卵の、これでね、980円。そう、これ全部で980円ですから、これ含めて消費税込みですよ。1000円払ったら20円お釣りくる。とてもお得、とてもお得な。そしてこのお店とても美味しいんで、ぜひぜひ。こちら喜ぶセット、喜ぶセットでした。980円。これはね、これの大根だから2台。あ、うん、何かを感じましたね。イカはね、口に入れた瞬間に、あ、イカの歯ごたえがすごいです。あ、美味しいよね。あ、声が出ちゃうぐらいすごいです。じゃあ喜ぶセット、ぜひぜひ。うわ、すごい。はい、ということでね、上田編、以上で終了となります。すっかり夜です。もう11時からスタートして今8時ですね。何時間いるの。で11時12時23時45時6時7時8時、9時間ですね。おー、いたね。今日は上田に9時間いちゃいました。いましたね。もうすげえ、もう疲れてね、足が痛い、リュック重い、帰りたい。まあ、あの上田にね、やっぱ上田に来る際はね、うん、やっぱ真田幸村がやっぱ有名なんでね。そう、やっぱそれと、それを真田幸村の上田城で、あと焼き鳥で言えば追いだれ、追いだれ焼き鳥、ね、今日紹介した2つの居酒屋もぜひ行ってあげてください、うん、行ってください。すげー美味しいです。美味しいし値段も安い。行ってあげてくださいじゃなくて、行ってください。良心的な価格でご提供しております。袋町っていうところにありますんで、うん、じゃあ我々これで温泉でも入って帰ります。あ、いいね。じゃあ次はまたあなたの町へ。こんにちは。こんにちは。次はあなたの町へ行くんで、ね、楽しみに。ということでね、もう疲れ果てたんで、これで家に帰ります。それではレッツラゴノスケ、ゴノスケ上田編、ありがとうございました。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 おいだれー。